皆さんこんにちは、ともみです。今日は母の日でお母さん孝行をしたいと思います。今お母さんが支度するのを待ってます。今日の、ファッションはじゃ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 ん。これはアペリティーポで買った2000円のエプロンに、なんかちょっとこういうやつです。安すぎるよ。隣のおじさんがカメラ持ってくれてます。そんなエプロンやろんな。それよりも金の方がいいって言ってるぞ、お母さんは。それじゃあちょっとお母さんを待ってます。 お父さんの家やってくれたか。やれやれ、全然ダメよ、お父さん。はい、でお母さん今日は母の日でご飯一緒に食べ行きましょう。ありがとうございます。今日はなんか青で統一したんですね。はい、ちょっとおしゃれしてみました。はい、じゃあ行きましょうか。はい、お父さん、お留守番でいいですか。はい、行ってきてください。私は一人で留守番してお酒を飲んでます。楽しんでください。はい、じゃあお母さん行きましょうか。安全運転で行きましょう。はい、母の日、財布をなくしてしまったので何もしてあげられなかったので、今日はこの間 あの平均年齢80歳のバンドで稼いだギャラを握りしめてお母さんのお祝いをしたいと思います。最初からそのお金のことやってるの知らない。財布なくしたのが一番辛いよ、本当。だって手数料とかでさ、なんだかんだで1万円ぐらい使っちゃったんだよ。まあしょうがない。じゃ行ってきます。お母さんの母の日は農園カフェでランチします。ごちそうになると思ってます。決してお金は出しません。あ、そうですか、わかりました。じゃ行きましょう。あ、並んでますよ、お母さん。はい、農園カフェです。3組待ちです。こんなところあったんだ。へえ、すごいね、でっかい木だね。この木を囲んでテラスになってんだ。木を触るとパワーがね、あーそうか、あるって言ってたから、ちょっと今木触ってます。あーいいね、妖精さんに。木の妖精にな。はい、すごいでかいです。でかいよこれ、あんた。そうと、これ何メートルあるかね、これ。うん、周りは、畑ばっかりです。お客さんいっぱい来ました。何食べますか。人気ナンバーワンのね、食べます。はい、ロールキャベツですね。ロールキャベツグラタンとジャンボチキンカツ、ナンバーも食べます。おかずバーでこれを持ってきました。ね、結構アイスコーヒーも大きめですね。取りました。おかずバーは1回切りなんだって。はい、来ました。ロールキャベツグラタンです。この中にうずらの卵が入ってると当たりなんだって、お母さん。当たりだよ、お母さん。はい、ケーキカットじゃなくてロールキャベツカットです。うずらの卵入ってるでしょうか。入ってる？入ってません。はい、来ました。これでっかいね。ロールキャベツはさ、ロールキャベツも結構でかいけど、うん、よかったね。お父さんにこれ、うん、お父さんにあげる。お母さん、お父さんのこと忘れないんだ。偉いですね。でもこれはでかいね。うん、食べようと思って。はい、でっかい。こんなにでかかったんだ。はい、お母さん、美味しかったですか。美味しかったです。じゃあ行きましょうか、はい、これから、うん、今から買い物に行きます。買い物ね、何が欲しいの。冥福欲しいよね。
洋服が欲しいの？いついね、いつい。ちょっと貯金がなくなるな。はい、平井酒店に来ました。私はここで毎月、ワイン友の会に入ってるので、今月のワインを取りに来ます。え？母の日が過ぎて父の日になってます。父の日？父の日はもう。見なかったことにしましょう。じゃあ、ワイン取り来ました。うちのママヤも連れてきました。私は毎月3300円の白赤ワイン A コースを頼んでいます。以前は毎回ジャケット買いをして何度も何度も失敗しているので、こういう専門の方が選んでくれるワインだと当たり外れがないのでおすすめですよ。平井酒店です。はい、木更津のイオンに来ました。ここでお母さんのね洋服を買いたいと思います。5000円以内でお願いします。選んでおります。あら、綺麗な色だね。なかなか迷って決めありません。どうですか？特になんかいいのがありそうな気がする。本当ですか？はい、今4軒目です。だんだん疲れてきました。また買い物するそうです。大変です、親孝行も。今日お母さんいいのいっぱいあったね。試着いっぱいしたね。腹が出てくるのに気がついて絶対やったね。今日まで飲んでね20着ぐらい試着したよね。でもやっと、でも本当にいいの見つかってよかったね。よかったでしょ、あの白いの、ピンピンでしょ。あれにはこれも多い。やっと母の日の任務終わりました。すごい出費でした。